やはりダイヤモンドの剣は強力だからぜひとも欲しいわけですが、お得なことに、剣、斧、ツルハシ、シャベルのすべてを、同時に作ります。だからダイヤモンドの剣ができるときはツルハシもパワーアップするという。ツルハシは攻撃だけではなく、採掘などにも使えますから、どちらにしても非常に便利ですよね。だから、ぜひともパワーアップしていきたいところです。頑張ってダイヤを掘って、ダイヤの武器、ダイヤの道具を手に入れるというようなことが大事ですね。